大食いバトルをしたいと思います。イエーイ。海鮮対決？そこの海鮮対決です。はい、まずそう海鮮丼一杯一人一杯食べて、そっからあとは寿司なんか食える。あ、これノルマ、ノルマみたいな。お前これメガネ、絶対メガネ、メガメガネ、王とか大王とかね。ロートレーター2倍ですね。メガメガにすんのよ。当たり前じゃん。それが大食いの宿命だろ。やったらボケ。なんでお前まで挑んでんの。だってお前は大食いとかできないただのデブだから。俺と同じタイプ。俺それが嫌だ。それが節々だよ。おいずー、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 おいずー。俺死ぬにも声であんの。大食いしてるのにビール飲むのやばいなと思って。そんなハンデはものと思ってたらこんなやつ買ってやるよ。そのモンドンが来たよ。海の宝石箱やろ。ハンジストレートがやばい。宝石だから。サマネ。あー、メッシロだわ、これは。うわ、すごいわ。じゃあちょっとね、前哨戦としてね、僕らが前哨戦としていただきます。はい、はい、教えてもらって、関西人の代表としてサーモンいただかせていただきます。はい、はいはい、じゃあねんだよ。つけます。はい、じゃあねんだよ。この後の現象がエグいぞ、エグいぞ。東京ってもしかして日本で最下位。マジでそのレベル、そのレベルなの。めっちゃうまいっす。大阪やばい。一応90点の食レポしたっしょ。はいはい。カミも出してください。出して俺ここ。こいつ食レポの王は、はい、本当に。そうだ、東京の食レポといえば東平。いただきます。はい。あ、綺麗。あ、綺麗。見てこれ、卵のタイミングが来てる。うわ、うまそう。お、お、あ、もう落ちてる落ちてる。お。喋れ。詰め込みすぎて何も喋れてねえの、なんでまた詰め込もうとするっていう芸らしいからもういいんじゃない。正直もう俺と大輝はもう大食いでバチバチ勝負なんで、俺らに食レポは求めないでくれ。求めないでくれ。いただきます。いただきましょう。頭動いてる。多分ですね、あれでサビサビとそれ溶かした方がいい。こんなクオリティ出せるやつ駅前で出してあかんって。あかん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 。勝ち、これはやばい。こんなうまいもの手軽に食えるような世の中あかんもん。めっちゃ褒められてる。卵ありで食うわ。ありがとうございます。うまっ。胃の中でサーモンが泳いでる。それもサーモンが揚げ干しにして肉泳いでる。見てください、これ卵がついてる。うますぎて、強くなってしまった。竜宮城ですね。竜宮城いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕のお寿司こちら、もう食べちゃったけど、タイカワポン、そしてカツオのたたきですね。そしてアナゴ。あらもう、うまいんですよこれがね。いやこいつ肉厚やばすぎ。いやほんまふわっぱだよね。コットン100ぐらいよ、ふわふわ。あるよ。映像で伝われ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 。はい、どういうのやってるの。さあ、このあとも通ります。さあ、中間地点。あれ、俺の方食ってるの。あれ、はい、今のところペースは。お前見てみ。いや、電気のが少ない。いや、俺の方食ってるよ。え、空輸が1位だ。あれ戦ってんだ。うん、幸せだわ。うん、うわ。グラミットください。いくら3貫でね。はい、やっぱりさ、サーモン丼食ったらさ、次親行きたいじゃん。確かに逆じゃね。
こちらが親じゃなくて、ね、子だな子だよね、こちら子だな、子だな、昔新地行って絶対思ってたよ、お前絶対、お前絶対嘘、お前絶対嘘じゃん、それ言うの大体俺が決めるじゃん、飛び出し口って何するの、アウトだね、お前は何するの、さっきまで聞きかったけど、本当に回復してきた、全然いける、ほら俺だからそういうことだ、こんだけ食って取らないと消化が早いから、ジャイアンツやめろって、ジャイアンツから下切ってね、編集する人は、ジャイアンツから下切ってね、編集する人は、古代期間もさ、きついやん、いやだから俺はそこ違う、消化が早いからどんどん楽になってくる、あ、これはどういうとこだ、聞きたいとこあるだろ、ドラップカードオープンじゃん、ドラップカードドラップカードオープン、間違えた、ね、コンスタントに俺の名字が呼ぶだけ、だから言おうとしただけ、言おうとしただけ、それの土台って言おうとしただけ、そういうとこと言ってる、同時に喋ったらカットしづらいわ、ごめんね、編集する人ごめんね、編集する人だいたい大食い寿司対決やって俺に負けてんだから俺に勝てるわけねえんだ、お前が、もう過去のことすぐ掘り出すな、でも過去のことはもう実績データだから、データとずっと掘れてる、対戦物は俺が強いって言うてるのに、あるよ、補給しない、あ、出た、結構はそれ見にくいよ、マジで、お前何言われるか、お前が一番見にくいよ、やっぱり一粒一粒ずつ言ってるやんその段階になるのは早い、本当にまだ結構残ってるのに、それはもうどうすればいつ食い切れるし、そうし、そうね、そうなんだけど、一粒ずつ食いにしてもフェーズが遅くなってるからやばいな、早くなった、早くなった、早くなった、おお、来た来た来た、ジャンプ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 、急にジャンプ、あ、徐々に上げてるタイプだ、いいんじゃ、俺の勝負は大阪、これ何、これカツオでしょ、カツオ、公平な勝負だからお前がワカメって口食ったら俺もワカメって口食った、じゃあ僕たちもないから食えない、来た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 、すげえ、これやばいね、はい、ですか、どうぞ、うまそう、うまそう、これ大人じゃん、中トロ、いただきます、この豪華さすごいな、醤油が、醤油がね、何だか目に立って、カルマの寿司食う時ってネタあるでしょ、ネタが先に、あ、置いてたた、置いてたた、置いてたた、ネタが先に下に食うより食べる方、これ寿司の作法で、ね、してる、そういうこと、結構やばい、余裕だけど脂っこいちゃう、旨味、旨味、あ、旨味やばい、旨味はやばい結構やばいって言って、もう満足度の答えだよ、もうそれね、やばいもうそれねもう自分から勝手にそっちに走ってる、いや、いくつもらっていいよ、そしたら病気に、いや、俺は、遠慮しとくよ、俺もいいかな、遠慮の前に、6回ぐらい多分もう圧倒的に負けてるよ、半端ないスペースで来たり、おい、お前早くビール飲めよ、サビ多くね、バッキーうまい、お前このビールの半分分止まってる、バキューの分、あ、そっかそっか、それがあったの、うわ、やべ、追いつかれぞ、やばい、残ってるよ、この人、男と男の勝負の終盤戦で、これ駆け引きとしよう、俺がジャニー勝ったらこの2巻とこの一気飲みを交換だ、あ、結構いいと思う、お前が負けたら一個こっちに、あっち向いた方がいいでしょ、あっち向いた方がめっちゃ強いやん、最初はね、相手の勝負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 、俺の勝負、早くやれよこれ、じゃあっち向いた方がいいと、しっかり一発で負けるの、俺これ食ってやるよ、しょうがないから、美味しいの食べられてるだけやん、そうしかしねえこれ、そうしかしねえはい、ということでね、今日の大食いはね、楽しかったよ、あの最後は、俺がこの大トロ締めてやるよ、ほら、はい、うん、はい、溶けた